いらありがとうございました。金継ぐらの活躍で三成は難を逃れたが、これを契機に徳川家康の天下取りが加速。三成と金継ぐは密かに家康打倒の策を練る。金継ぐは直江城を家康に送って宣戦布告。それに呼応して三成も兵を挙げると、天下を二分する熾烈な戦いが始まった。上杉に挟撃されることを恐れた家康は伊達政宗に上杉の牽制を要請。政宗は長谷道場を攻める金継ぐを襲った。数や力に屈しない気概を後世に示すため、斬新斬馬の覚悟を決めた金継ぐと刑事は政宗との最後の戦いに臨んだ。政宗、お前との戦で上杉の気概を天下に示す。第5話、長谷堂の戦い。気概を刻み込む。水成との協議は失敗。やつに入れないやつに言ってはねえ。それでも戦わねばならん。三成、まず伊達の攻勢を打ち、八戸城を制圧するぞ。いつの日か人の気概が神に勝利するだろう。今日我らはその先駆けとなるのだ。俺は北進してくる敵を食い止める。後で会おう。
とは伊達と雌雄を決すのみ。北西砦にて攻撃態勢を整える。全軍急げ。陣立てが整うまでは仕掛けてはならぬ。駆けよう。敵将に義の鉄槌を下したぞ。ここで果てるわけには参らぬ。愛に裏打ちされた戦、敗北は許されん。
の一部上杉が呼んでおる。行くぞ最下中、最後の大仕事行くぜ。最後敵に情け無用、情けこそ金継ぎのキーするところぞ。どんどん来れない、我らは肩を屈さぬ。私の最下中を撃つ、平次は政宗を止めてくれ。政宗を止めろってそれじゃ足りないね。この戦も同じだぜ。知っている、それでも戦わねばならんのだ。男だった。天で待ってな、すぐに会いに行ってやるさ。
民のため勝ち続けるぞ。長谷堂の戦いに兼継は勝利。その戦いぶりは敵である徳川家康をもうならせた。しかし関ヶ原で西軍本隊は敗北。兼継は上杉家の存続のため江戸城へ弁明に向かった。関ヶ原直前、兵がしたためた直江城だ。さて、これほど家康公の罪を責めた者が今さら何を弁明しようというのか。我ら上杉はこの戦いで世に気概を示しました。気概があれば圧倒的な物量差にもめげず、強き者に向かって立ち向かえることを示したのです。物量だけが、力のみが天下を決するならば、家康殿が勝ち取った天下も乱世の続きに過ぎませぬ。真の太平のためにはそこに道を示さねばならぬのです。抜け抜けと、我らこそがその道を示したのですぞ。おお、なるほど。大気と勇気は天下に通じると秀吉殿が褒めていただけのことはある。お主のようなものがある限り、この太平は続くだろう。